第2回全国同時地方選挙は、大韓民国の地方自治体である、広域自治団体の自治団体長と議会議員、基礎自治団体の自治団体長と議会議員を選出するために1998年6月に行われた選挙である。なお、自治団体長と議員の任期は、本来4年であるが、前回は国会議員選挙との時期調整のため任期は、 特例で3年となっていた。本選挙は1995年に地方自治が完全復活して以来2回目の全国同時地方選挙となった。またこの年の2月に発足したばかりの金、大中政権にとっては初めての全国規模での選挙となった。しかし、選挙への関心は低く投票率も全国規模で行われた選挙では、 過去最低の52.6%に止まった。選挙の結果、広域自治団体長選挙と広域議会議員選挙で、新政治国民会議と自由民主連合の連立与党が野党半奈良党に勝利した。有権者、3253万7816名、広域議会議員、690名広域自治、団体長政党別分布地図 与党である国民会議と自民連が西側地域で野党半奈良党は東側で勝利したことがわかる。新政治国民会議半奈良党自由民主連合連立与党である国民会議と自民連が首都圏と中西道、全羅道、チェジュ道の西側地域中指導で勝利した。他方野党半ナラ党は継承道と関門度の東側地域6指導で、 勝利し、前年12月の大統領選挙の時と同様に、与西の東の様相を呈した。広域地団体長選挙と同様に、議会選挙でも与西の東の稽古が現れた。国民会議は、首都圏と全田道で勝利し、自民連は、中西道で勝利を収めた結果、西側地域を与党が制した。反対に、東部地域では、半奈良党が、 継承道と関温度で共に過半数を確保して勝利する結果となった。得票で見た場合には国民会議と半なら党は共に35.6%と拮抗する結果となっている。基礎団体長選挙でも広域自治団体長選挙と同様に与党が西部で野党が東部でそれぞれ優位になる結果となった。また、政党による公焼もから脱落した候補が無所属で、 多数出馬し、40名以上が当選し、自民連の当選者数を上回った。基礎議会議員は、全国で234区市軍3490名に、対し、7751名が立候補した。なお、政党による公ごもは禁止されているので、当選者全員が無所属である。基礎議会議員当選者のうち、女性候補者は56名が当選。 地域別で見た場合、ソウルが26人と最も多く、続いて、景気の8人、二川五5人、甲州四4人、ペグと全、北が各3人、富山とウルサンで各2人、大田と中北及び京北で各1人となっている。広域自治団体は、基礎自治団体の能力では、処理できない事務や、複数の基礎自治団体にわたる広域的な事務を処理するために、 基礎自治団体の上部に設置される大規模自治体である。基礎自治団体は、地域住民と直接的な関係を有する、行政事務を処理する自治体で、ソウル特別市では自治区、広域市では自治区と軍が、道では市と軍が基礎自治団体として運営されている。また、基礎自治団体の下には、行政区域としてホラ、ほら、ゆう、めん、里が置かれている。 その後、2008年4月の国会議員選挙において投票率48.0%と選挙における投票率の最低記録をさらに更新する結果となった。AB1996 年に広域市に昇格したため増減はなし。AB 候補者1名の単独立候補、国会図書館レファレンス課、山本健太郎。 韓国における女性の政治参加、選挙法の改正によるクオータ制度の強化と女性議員数の増加を中心に PDF42 ページ表10から1広域自治体議会議員選挙における男女別当選者数よりありがとうございます。